もよかち専門チャンネルです。本日公開のですね、映画妖怪ウォッチ第7弾見てきました。こちらね、チラシでございますけれども、11月12日金曜日ロードショーでね、ちょっと今回はですね、感想、さらにA4 のクリアファイル交換してきたんで、そちら、さらに入場者特典、この3つをですね、今回ご紹介していきたいなと余っております。まずね、ちょっと感想なんですけど、どうしよう、ネタバレになるんかな、わかんないけど、まあ、一言で感想言うならば、懐かしいなーみたいな。今回映画のタイトルがさ、妖怪ウォッチ、ケイタとオレッチの出会い編だにゃ、私もということで、アニメの1話と25話がまとめてね、映画で公開ということやったんですけれども、テレビで放送されたのが、多分さ、2014年頃だから、めちゃ昔やんね。今の子供たちって逆に、この妖怪ウォッチ音符は知ってるけど、昔のその無印の1話だとか25話、ジバニアの秘密なんて知らんかもしれんか、新鮮かもしれんよね。まあ、僕とかは全部見てるんで、あ、そういう感じな、確かそんなあったなーみたいな。てかなんか映像すごかって、まあ、4K というのもあるしさ、だから今のアニメよりも全然クオリティ高いんよ。動きも激しい。だからたまにさ、口パクだけみたいな、映像をこう横にスクロールしてるだけみたいなアニメ、まあ最近こう手軽なアニメあったりするんだけども、結構激しくウィスパーも動くし、表情も豊かだし、なんかほんま映画館で見て正解な映像でございました。でさ、あと追加されたのが4コマさん、コマさん、コマジロの4コマのやつ、一瞬だけあったりとか。で、映画のオリジナルのなんかそのシーンがあるっていうことやってんか。だからもしかして、新しいその、なんていうんかな、ジバニャンの秘密的なストーリーがプラスされてんのかなと思ってたんだけど、なんかそういうわけでもないかなって。なんかあんま言わん方がいいか。あんま言わん方がいいけど、なんかちゃんとしたストーリーが追加されてるわけではありませんでしたわ。いや、個人的にはさ、なんかエンマ大王が出てきて、なんか一波乱あるみたいなのがあったら面白いなーとかね、こう欲を言えば持ってたわけなんですけども、そういう感じでもなかったね。で、チラシなんだけど、これ裏面見てみると、こんな感じ、ババーン、アニメ妖怪ウォッチの、ビジュアルになっております。続きまして、クリアファイル行きましょう。3つ買ったんよ。なんか前売り券購入した方はそのクリアファイルも買えますよみたいな、いうことで3つ買ったんだけど、てかどんなクリアファイルかも分かってなかったんで、今日初めて知ったんだけど、そのクリアファイルというのがこちらでございます。映画のポスターやーんみたいな、その映画のチラシやーんっていうね、なんかそこまでこだわったデザインじゃなかったね。映画のポスターがそのままプリントされた感じかっていうね。で、こちら裏面気になりますよね。どんなんがプリントされてんの？ジバニャンがでっかくプリントされてんのかなとか思うやん。この裏面というのが、真っ白に映画のタイトルがプリントされております。これ400円ぐらいだったかな？なかなかいい値段しますけど。まあ、今回の映画の記念ということでね。まあ持っといていいかな。3つはいらんかったかもしれんな。いや、どんなんかわからんかったからさ、ねえ、しゃあないよね。こっちのさ、映画のチラシさ、解像度がめっちゃ悪いんよ。めちゃくちゃ悪いんだけど、こっちのクリアファイルに関しては、結構解像度良さそうだね。なんかこの縦書きな感じよね。これが全ての始まり、だにゃん、みたいな。さよなら全てのエヴァンゲリオンたち、みたいな。なんかこう映画っぽくてかっこいいね。そして三つ目、入場者特典。今までさ、妖怪メダルとかだったやん。他なんかあったかな？他なんかあったっけ？妖怪メダルぐらいかな？入場者特典とか。あとカードとかか。なんかウキウキペディアとかで使えるようなカードが入場するともらえたんかな？で、今回そういう告知とかもなんもなかったんよね。で、一応ですね、もらったんよ。年齢関わらず。それがですね、こちらでございます。みんなに配布してたやつなんだけど、これアニメの、言うてみたらチラシなんかな？なんだけど、裏面がですね、ババーン塗り絵になっております。これが一応、入場者特典ということでございますわ。そうなんよね。だから、割とですね、今回映画のグッズしっかり、映画もしっかり低コストで作りはったんやな、っていう印象でしたね。ちなみに当日ね、僕行ってきたわけなんですけども、2回上映してたんかな、1日に。ほいで、その午後の部、1時過ぎとかのやつ見てきたんだけども、子供、親子連れがね、2組ぐらいおったかな。だから、昔の妖怪ウォッチ知らない幼稚園の子とか、小学生の子が、見に来てたんかな、
っていうことでちょっとほのぼのしたかな。そうだから最近妖怪ウォッチのアニメ知ったとかゲーム知ったっていうね、あの幼稚園の子とか小学生の子とかはもちろんあの昔こんなんだったんだよ、ウィスパーとジバニャンとかケイタこんな風に出会ったんだよってことがわかるんで、ぜひ見に行ってもらってね。妖怪ウォッチ2の方はもうそんなん全部知ってるっていう方も結構懐かしいし、結構ね映像も大迫力、映画館で見るのとやっぱ家で見るのちゃうやん。映画館で妖怪ウォッチ楽しめるのいいやん。だからオープニングとかエンディングでもさ、オルチがドアップで、オルチがドアップで出てくるとかも、なんかこう新鮮な感じしたし、まあ、ちょいちょい発見あるかな。で、最初だったりとか、ウィスパーとかケーター、ジバニアもさ、そのアニメとは別で出てきたりとかして面白いし、なんかいきなりエンディング終わったら終わりみたいな。それがびっくりしたけど、最後なんかあんのかなと思いきや、なんか歌が終わったら、もうライトついて終わりみたいな。お母さんもう終わったよみたいな。お母さん寝てたんかなみたいな。子供は映画見てて、付き添いのお母さんはもしかしたら寝てたんかな。お母さん終わったよってなんか話しかけてたんだけど。まあ、そんな感じでございます。来年は果たして映画の効果あるのか。まあ、コロナもね、収束してきておりますし、映画妖怪ウォッチの第8弾、期待したいなと思っております。次回予告、特になかったけどね。以上、今回はここまでね、最後までご視聴ありがとうございました。バイズラー。